2022年 NTC カップシリーズ第6戦ヤマハスーパー SS クラスの予選ヒートです。このレースはフラワーペイメント株式会社様、アルファエネフォメーション株式会社様、株式会社栄光様、有限会社ベア様、横浜ゴム株式会社様、ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社様、以上のご協賛により開催しております。それではスーパー SS クラススターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバーは24番チーム TKC 西宮圭一、現在のポイントランキングリーダーがポールポジションからのスタートとなりました。2番手からのスタート、ゼッケンナンバーは40番ウェルストーン宮崎裕太郎、速さがあります宮崎、今日もフロントローに並びました。そして3番手からのスタートはゼッケンナンバー28番フラワーペイメントレーシング若浜慎之介、いいポジションイン側を獲得しての予選ヒートスタートです。そして4番手からのスタートはゼッケンナンバー74番ウェルストーン島見明人、有効ポイントで考えますとチャンピオンに近い男となります。そして5番手からのスタート、ゼッケンナンバーは15番ウェルストーン勝俣浩太、6番手からは3号車チームオーガスト村上陽之介、以上が上位6台となります。7番手からは5号車チーム TKC 平松元春シリーズ第5戦の優勝ドライバー、そして8番手からはゼッケンナンバー29番チーム TKC 今澤和弘、9番手からは9号車レーシングスクエアゲン坂井宗次郎、10番手からは99号車レーシングスクエアゲン安藤義成、11番手からは7号車フラックスモータースポーツ増田大輔、12番手からは88号車チームオーガスト上川由紀子、13番手からは83号車チームオーガスト上川高光、以上13台でヤマハスーパー SS クラス予選ヒート、周回数は10周で行ってまいります。さあ今日も上川夫婦の対決がどうなるのか、まずはこの予選ヒートグリッドとしては12番手上川由紀子、そして13番手上川高光となりました。第5戦もね、上川由紀子選手がポジションとしては上でチェッカーをね決勝ヒート受けておりましたので、さあ今日はどんな展開になっていくんでしょうか。さあスーパー SS クラス予選ヒート隊列がこの週で整えられてまいります。スーパー SS クラスもタイヤはブリヂストンということでね、今年がこのレース新東京サーキットでは最後のブリヂストンタイヤのレースとなります。もう今までありがとうという気持ちを込めて、そしてこのねグリップ感は今回のレースが最後ということになります。来年からまた大きく変わっていく中で、この最後のレースを取っていきたいヤマハスーパー SS のベテラン勢が今コリドーラインに収まってまいりまして、予選ヒート隊列立ち上がってまいります。さあスタート、レッドシグナルはここはブラックアウトせず、スタートはやり直し、先頭勢が少しペースが速かったでしょうか、ここはスタートはやり直しとなりました。ちょっとこのスーパー SS クラスにしてはスタートやり直しは珍しいなという感じがしますけれども、先頭の西宮圭一シリーズをかけたちょっと焦りが出たでしょうか。谷島慶一がポールポジションからのスタート、隊列のペースを整えていきます。さあそして4番手スタートの島見明人はこの西宮慶一とのポジション関係でチャンピオンが決まっていくということになります。昨年までのシーズチャンピオン勝俣浩太は今年はちょっとね成績が振るわなかった、チャンピオンの目はないということになりますが、さあ猛者が揃っておりますスーパー SS クラス、隊列が再びコリドーラインに収まりまして、ゆっくりゆっくりと今回はスコイスは良さそうです。スーパー SS クラス予選ヒート、レッドシグナルはブラックアウト、レーススタート。さあホールショットは西宮圭一、危なげなく取っていきまして、宮崎裕太郎もここは無理をせず2番手に収まっていきます。3番手には島見明人が上がってまいりまして、3番手スタートの若浜慎之介は4番手に下がります。そして5番手には勝俣浩太がこれ上がってきているように見えますが、どうでしょうか。さあ勝俣浩太が5番手に上がりまして、村上陽之介はその後ろ、
いや、もっと後ろか、さらに上がってきたのは平松かな。平松元春が村上陽之助の前に出ているように見える。さあ、スーパー SS クラスオープニングラップ戻ってまいりまして、大きなトラブルなく先頭は西宮圭一、2番手宮崎裕太郎、そして3番手に島見、4番手が若浜、5番手勝俣浩太、平松、村上、今沢、そして正田、安藤、酒井、上川、上川由紀子という形で、今ホームストレートを抜けていきました。さあ、10周のレース先頭の2台が早くも抜け出したか。あっと、ここで3番手再び入れ替わっていきました。3番手に若浜慎之助が上がってまいりました。島見どこまで落ちる。島見が随分落ちましたよ。これ何番手でしょうか。7番手8番手ぐらいまで島見明人が落ちている。島見はチャンピオンがかかっている。今日のレースは落とせない。しかし一方、先頭同じくチャンピオン争いをしております西宮圭一は先頭、その後ろには宮崎裕太郎です。そして少し離れまして勝俣浩太、これが3番手15号車、その後ろには若浜慎之介、これが4番手です。さあ、これは先頭の2台西宮と宮崎裕太郎はもうマッチバトルという形になりましたので、レースまだ残り7ラップあるんですが、後方かなり離れました。相当先頭の2台がデッドヒートをしない限りはこれ2台先頭は逃げ切りトップワンツーということになるのではないでしょうか。さあ、そうなりますと3番手争いです。現在3番手には6コーナーで若浜慎之助がインナー飛び込んでまいりまして3番手に浮上です。トレインで若浜慎之助の後ろ平松元春、前回の優勝ドライバーですよね、前回の優勝ドライバー平松元春が一緒に上がってまいりました。勝俣浩太が下がります。勝俣浩太の後ろには今沢和弘、通称イクドン店長、そしてその後ろには村上陽之助、そして島見明人と続いております。島見明人の後ろには正田大輔、安藤と続いているようです。さあ、勝俣浩太が再びここで前に出てくるか、しかしそれでも今4番手ですかね、4番手今4コーナー立ち上がってきまして平松元春が3番手ポジション、その後ろに勝俣浩太、若浜慎之助の前に、若浜慎之助、そして今沢和弘、いやー、ここはデッドヒートです。4番手争いがデッドヒート、平松元春が抜け出しました。これが3番手。さあ、レースは残り5ラップ折り返し後半戦、先頭の2台はまずは宮崎裕太郎はね、もう後ろを十分に引き離して最後の最後を勝負していこうというところでしょう。そして3番手には平松元春が抜け出しまして今一人旅、4番手にはここはオーダーをどんどんと入れ替わっているんですが、現在は勝俣浩太、あーっと4コーナーで3台が接触ストップ。これは正田大輔あたりかな。安藤と酒井宗次郎、このあたりでしょうか。さあ、スーパー SS クラス予選ヒート、先頭は川立、西宮圭一、そして宮崎裕太郎のこの2台、そして3番手は平松元春がほぼ一人旅、4番手には勝俣浩太、今沢克弘、村上陽之助とその後ろずらりと続いております。さあ、レース残り4ラップ、宮崎裕太郎2番手はかなり余裕を残しているように見える。ずっと先頭の西宮圭一の後ろ、体力そしてタイヤを温存しながら走っていきます。宮崎裕太郎が動くのはどうでしょうか。残り2ラップあたりで動いてくるんでしょうかね。ファイナルラップで仕掛けるにはちょっとリスキーでいくことが考えられますので、そう考えますと残り2ラップこのあたりで仕掛けていくんではないか。さあ、宮崎裕太郎どのように仕掛けていくのか。先頭にはチャンピオン争い西宮圭一。さあ、スーパー SS クラスの予選ヒット残りの周回も3ラップとなってまいりました。宮崎裕太郎は現在ポイントランキング的には総合ポイントで96ポイントというところで、ただ今年優勝を取っていないのでシリーズチャンピオンには届かないといったところかもしれません。さあ、そんな先頭の24号車西宮圭一は現在レースファステストを叩き出しております。そのすぐ後ろに宮崎裕太郎、さあ戻ってまいりますと残り2ラップとなりますので、そろそろ2番手の宮崎裕太郎が動いてくるんではないでしょうか。さあ、40号車宮崎裕太郎が
そろそろこの周で仕掛けてくるか。レースは残り2ラップ。さあどこで仕掛けていくのか。仕掛けやすいのは、まあ、6コーナーという形になるかもしれませんけれども、相手との得意不得意の差で仕掛けやすさは変わってまいります。さあ宮崎裕太郎がどうか。いやでもちょっと距離がありますね。テールトゥーノーズまで近づかない。6コーナーでまだ仕掛けられる距離ではありません。しかし6コーナーで追いつくんですよね。これ得て増えてが、どうでしょう。こうなると1コーナーで仕掛けていった方が宮崎裕太郎としてはいいのかもしれませんが、でもこれ戻ってまいりましてファイナルラップ。さあここからファイナルラップ。宮崎裕太郎は動くのか動けるのか。1コーナーでは動かない、動きません。テールトゥーノーズまで近づいているように見えますので、これはあえて動かないということなんではないでしょうか。さあ宮崎裕太郎、仕掛けられるのか仕掛けられないのかどちらなのか。これがファイナルラップスーパー SS クラスの予選ヒット。さあ宮崎裕太郎、3コーナー4コーナーも仕掛けずに今バックストレート戻ってまいりまして、さあ6コーナー動くのか動くのか、動く動く動きますがラインがない。しかしねじ込んだ、ねじ込みまして宮崎裕太郎6コーナー、それをクロスでかわしていきます。西宮圭一、モナコのインが取りましたのは西宮圭一。いやスーパー SS クラス予選ヒート戻ってまいりまして、トップチェッカーは西宮圭一、2番手には宮崎裕太郎、3番手には平松元春、4番手勝俣光太、その後ろ今沢、村上、与之助、島宮城と若浜慎之助、そして上川、ゆき子、上川、高見というオーダーになりました。